皆さん、こんにちは。こんばんは。タオです。今回紹介するガチャガチャは、タカラトミーアーツ、パンダの穴から発売されているガチャガチャ。私は盆栽になりたい、盆のです。これはどういうガチャガチャなのかというと、パンダの穴と盆栽のコラボなんですけど、盆栽になりたい人がいて、盆栽になるために、盆栽のような衣装を着て、手に枝を持ったりとかして、盆栽の格好をしているというような感じです。盆栽には無限の沈黙と無限の言葉があって、それゆえ私は盆栽になりたいということなんですけど、詳しくはパンダの穴スペシャルサイトの盆のコーナーで紹介されていますので、気になる方は調べてみてください。それではラインナップを見ていきたいと思います。1回200円のガチャガチャで全部で4種類となっております。黒松、ヤバイ、寒組、山もみじの全部で4種類となっております。裏はこんな感じです。パンダのアナさんはこれまでにいろんなガチャガチャを作っているんですけど、この煩悩というガチャガチャはパンダのアナの中で一番制作時間がかかったらしいです。私はこのガチャガチャをすごく楽しみにしていて、全種類欲しかったのでもうコンプリートするまで回してきたんですけど、全部で4種類しかなかったので、6回目で無事にコンプリートすることができました。それでは当たったものを紹介していきたいと思います。さっきミニブックを取るために1つ開けたので、それから先に紹介したいと思います。山もみじです。木の格好をした人が両手にもみじを持っています。このもみじの葉っぱがすごく丁寧に作られていて、色もすごく綺麗なもみじ色になっています。この木の部分もすごくリアルに作られています。器は擦れてちょっと汚れた感じになっていて、細かいところまでよくできていると思います。顔はこんな感じです。それでは次を開けたいと思います。次は黒松です。4つの中では一番大きくてボリュームがあります。葉っぱは硬い素材でできているんですけど、枝の部分は少し柔らかめになっていて、揺らす程度ですけど、少し動かすことができます。後ろ姿はこんな感じです。器の形もそれぞれ違っていて、この器は横に線が入っていたり、色も濃いところと薄いところがあったりとかして、味のある仕上がりになっています。では次を開けたいと思います。山もみじ。次を開けたいと思います。ヤバイです。ヤバイは花が咲いています。後ろ姿はこんな感じです。器はこんな感じです。では次を開けたいと思います。
黒松。最後は、番組です。この番組は最後の6回目でやっと当たってコンプリートになったんですけど、できればこれはもう一つ欲しかったんですけど、でも最後に一つ当たってくれたので良かったです。両手を広げて空を見上げているようなポーズをとっています。この葉っぱもすごくリアルに作られています。片方の手には実のようなものを2つ握りしめています。今回紹介したものを全部1箇所に集めてみるとこんな感じです。煩悩の紹介はこれで終わりです。どの盆栽も細かいところまでよくできていて、200円でこのクオリティならすごいなと思いました。ちょっと変わったガチャガチャで、こういうのは好みが分かれるのかもしれないんですけど、もしよかったら皆さんもやってみてください。この動画以外にもミニチュアやフィギュアの紹介をしておりますので、他の動画も見ていただけると嬉しいです。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは今回はこれで終了です。ここまでのご視聴ありがとうございました。